今回はアジアーマについて。アジアーマ、アジアーマ、うん、なぜアジアーマかと言いますと、はい、この谷原秀人ゴルフチャンネル、うん、若手のことを話しをすると、うん、結構見てくれてるんですよ。本当、うん、おじさんネタちょっとね弱いですよ。おじさんネタ弱い。おじさんネタちょっと俺、そう、おじさんネタ弱い。でもジャンボさん強かった。ジャンボさん強かったですね。谷口さんには関係ない。インパクトか。インパクトですね。なんでアジアーマ、アジアーマね、今だからアジアーマって優勝すると、うん、マスターズも出れるし、全英オープン出れる、うん、ってことは4つメジャーあるうちの2つ出れるんですよ、うん、すごいよね。すごくないですかこれって。すごいよね。まあ我々やってた頃っていうのはそういうアジアーマっていうのはありましたけど、うん、その出場権っていうのはなかったんで、うん、それが多分2010年なんですよ、うん、優勝者がマスターズ出れる、うん、全英オープン出れるっていうのは。だからそれが秀樹なんですよね。秀樹よね、うん、で2000、まあ、アジアーマはあったからね。昔からずっとある花があったじゃないですか、うん、それで、マスターズ出れる、うん、あのメジャーに出れるっていう権利ができたのが2010年だと思うので、うん、で秀樹が出てね、優勝して2011、日本人で初めてアマチュアとして出た、うん、まあでもそれまではその出れることが、だからまあ全米アマとか全米、まあ、あとパブリック、パブリックとミッドアマかなんかですかね、うん、あともう一つ4つぐらいのアメリカのアマチュアの試合で優勝すると出れるっていうのも資格はあるんですけど、うん、アジアから出れるようになったのはこの11年から、うん、まあ羨ましいは羨ましいですけど、それでも何人出てます、ね。今年2022年中島圭太君が出るので、これで3人目ですよ。すごいよね。だから松山秀樹、うん、金谷拓実で今年中島圭太君、ここ10年でやっぱ3名、それも秀樹は2回出てるから、うん、金谷拓実は1回ですよね、うん、でもすごいよね。すごい。だってアジアマですよ。オーストラリアも入ってるでしょ。入ってる、入ってますよね、うん、うん、すごくないですかこの。それ頑張れるよね、出れるっていう。そう、資格があればね。資格あれば。俺らの時、まあ、全米アマ行くとかしかなかったってことだもんね。そうですね。全米アマ行くか、まず、あとなんかの、全米のアマチュアの試合。うん、でも行く人はもうほぼいなかったんですけどね。うん、でも、あの時ね、僕のちょっと一個して、清田太一郎が行って、ベスト8ぐらいまで行ってる。行ったね。行きましたよね。行ったね。だから、それが結構惜しかったと思う。うん。で、まあ、そういうアメリカに行かなくてもアジアから出られるようになったんで。うん。でもそれでね、出た選手ね、秀樹もそうだし、金谷もそうだし、うん、めっちゃ活躍しますよね。するね。やっぱり実力あるんだよ。まあ、そうですよね。じゃないと勝てないよ。勝てない、勝てない。アジアまでもね。で、まあ、海外でやるから、でうん、だって去年なんかドバイで試合して、あ、ね、ドバイで、ドバイでやってましたよね、うん。ドバイでやってるっていうと、やっぱり芝も全然違くて、うん、で、前乗りしていっても、それに合わせていって優勝できるからね。うん、すごいことですよね。すごいよ。だから今年のマスターズもね、ってことは日本人最後、金谷も入ったもんね、ギリギリ。あれ最後18番バーディーだからね、うん、あれが多分バーディーじゃなかったら入ってないね。入ってないと思うんですよ。入ってない、確実に入ってない。うん、でもその18番のバーディーでマスターズ決まったようなもんだから、うん、今年楽しみですよね、うん、だって秀樹、金谷、中島くんの3名、うんうん、でまあそのちょっとずれたけど、まあアジアマから、ま、あのメジャーに出れる、うんうん、羨ましい、うん、俺らの時やったらどうだったんだろうな。あの俺らの、ね、まあ、星野さんでしょ、星野さんでしょ、近藤さんでしょ、まあ優作が言ってたかな。あ、優作じゃなかったね。優作あったと思うんですね。うん、あと誰だ。でも近藤さんもアジア大会では優勝してます、うん、金メダル取ってから個人。ああ、そしたら、それそしたらいけてますね、うん、まあアジア大会だけど、ね、大会ね、うん、まあでもこの辺ですかね、うん、星野さん、近藤さん、優作、うん、谷さんは、うん、ないね、なかった。だから下手だったもん。でも、でもその、大会は出てたわけだから、うん、マスターズに出れるとかいう権利があったら、また違った感じで試合には臨んでたんじゃないかなと思うんですけどね。いや、一緒だよ。一緒、うん、だって、あの人たちに勝てないと思ってたもん。あ、でも。うまかったじゃん。いや、うまかった。うまかったじゃん。うまかった。どうやっても勝てる気しなかったもん。ね、それそうっすよ。優作もそうだもん。うん、もこの人絶対勝てないと思ったもん。うん、すっごいうまかったもん。うまかったね。だって、ビザで出て、アマチュアでね、あの当時2位になるってすごくないですか。すごいね。しかも一緒に出てたからね。
あ、そのビザ？うん。俺も一応予選は通ってたんだよ。アマチュアで。はい。うん。もう浮かばないよね、何も。入作が凄 すぎて。ですね。うん。全然分からなかったです。うん。予選通ってた、俺も。一応。ますか？うん、出てたんですよ。はい。でもまあ、そうですね。入作はすごいチャンスあったかな、その当時から。うん、あったね。うん。全然あった。あったですね。だからもうその海外に行きやすくもなってるっていうのはありますよね。確かに。なんて言うんだろう。そういうチャンスをやっぱ作ってくれるのも今のなんかいいことだし、うん、アマチュアにね。そうですね。だってその枠を一個くれるわけじゃん。はい、ね。まあ別枠かもしれないけど。うん、まあ前衛とかもね、そういうチャンス、そうですね。下手すりゃ全米オープンとかでもありそうな気がするな。全米オープン。もうちょっと時代が進めば。まあもうず、まあ、全米プロは無理ですけど、うん、あれはもうプロのメジャーだから、ダメですけど、そうですね、あと何年後、で、そのマスターズとかで逆に良かったりしたら、うん、全米オープンもってなる可能性もありますよね。うん、だってマスターズでローアマ取ったら、出れるチャンスを与えるとかさ、逆に。あ、全米オープンね。うん。あ、ですね。あるよね。ありますね。そんなで出て予選通らなきゃまずローアマなれないんで。そう通る時点ですごいじゃん。はあ、例えばあのこの秀樹、匠、中島くんの共通点でもう一個あるんですよ。はい。アマチュアでツアー勝ってるんですよ。そう、はあ。すごいね。すごくないですか。みんな勝ってるね。みんな勝ってるんですよ。うん、だからまあそのそれだけのレベルがあるってことだよね。そうまあそういうことだと思うんですよ。うん、そう、今、話しながら思ったんですけど、そう、3人の共通点で、レギュラーツアーで勝ってるんですよ。勝ってるね。うん。まあ、プロの試合での勝てるってね、まあ、よくそのコメント欄でアマチュアのプレイヤー勝ってね、プロはどうしても書かれるかもしれないですけど、うん、だからゴルフが楽しいと思うんです、僕。確かに。でも、うん、こう、昔と違って、なんていうの、今は、やっぱり、教わることもそうだし、そうですね、YouTube とかもあるし、はい、SNS があるし、はい、俺らの時代ないじゃん。ない。もうこんなでっかいカメラ撮ってね、スイングね。うん、だから、そういうのがあるから、こう寄ってきちゃってんだよね。まあ、それありますよね。本当に、うん。これは正直な話、プロが下手とかじゃなくて、うん、もうレベルがこう寄ってきてるの。うん、まあまあ、まあ、ごく一部のアマチュアのね、トッププレイヤーはね。もうできてるもん、スイングが。だってみんないいじゃん。みんないい。ね、羨ましいもん。うん。俺らの時には、うん、もうこんなでかいカメラで撮られても、スイングのことなんかわかんないし、どうやったらどういう球が出るっていうのもわかんないし。わかんない。ね、うん、ただ、モノマネじゃん、言ったら。モノマネっすね。ジャンボさんのモノマネしたり、そうですね。そういうので、あ、こういう球出るんだってスイングを作っていったタイプじゃん。ね、まあ、それ、その当時も、まあね、PGA 見るんでも PGA しかなかったから、うん、全く情報っていうのがなかった時代ですからね。そう。だから、それがもう最近ではもうね、トラックマンもあり、ライトスコープあり、はい、GC あり。GC ありね。もうそれでボールコントロールができちゃう時代だから、それさえ分かれば。そういう機材が出てきて、なんでこんな球が出るかってもう解析されてるんで、うん、もうバレちゃったっていうか、うん。だからね、やっぱりその時代と共な変化で、ただまあプロじゃないだけでやって、アマチュアのね、やっぱトップのプレイヤーっていうのはもうチャンスはあるんじゃないかなと思うし。うん、だってそこまでもう分かっちゃってるからね。何をしたらいいって、ジュニアの時から、もう分かっちゃってるから、逆に簡単だよね。俺らなんかずっと、悪いと、練習しかなかったじゃん。球、ね、バシバシ打つだけなんですよ。永遠と球を打って、それで何かきっかけを見つけて、あ、良くなったみたいな。で、次の朝打ったら全然違うじゃんっていう球出るから、何だったんだよ、昨日の練習みたいな。そんな練習の多々あったじゃないですか、そういうことばっかり。うん、だから今は数値を見たら、あ、今こうなってるから、ここをこうしたら良くなるんだ、みたいな。まあそうですね。雰囲気はあるじゃん。まあ雰囲気はありますね。ね、だからもう、その時、あれはでかいよね。大きいですね。うん。いいねボタン、また高評価よろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。